人生初のキャンプ場使用ということで用意しました。これですね。ちょっと待って待って、本当にここで一晩過ごせるかめっちゃ不安ですけども、まあね、ちょっとね頑張ってみようかなと思います。最高。あったけー。さあ、ということでね、だいぶもう暗くなってきたけん、ちょっと夜飯ば食おうかなと思います。これをですね、こう置いて、ちょっとほら、火がちょっと心もとないけん、もう松ぼっくりをね置きまくる作戦ということで、そのうち燃えてくるかなと思うんで、あったあった。それで今回ですね、夜飯に使おうと思ってこういうものをしまった。ドン、これですね、なんかメスティンチュー容器らしいっちゃけど、ご飯ば炊いたりするものらしいね。ちょっと今回ね、米炊くの難しいかなと思ったけん、ちょっと今回は面白いものをね用意しました。でるん、鳥の手羽元ですね。これはですね、ちょっと料理していこうかなと思います。よいしょ。この手羽元はね、まあ、ちょあー、危ない危ない危ない。4個ぐらいでいいか、とりあえずと。まあね、料理の前にとりあえずこれをね乾杯しましょう。朝日スーパードレスね。よし、くー、最高。とまあ美味しいっちゃけどね、こっからですよ。このメスティの中にビールば入れます。焦げんして。でこれを蒸しますと。ビールで蒸すというね、ちょっと荒技にね出ようかなと思います。で、ここに送っちゃうけど、うまくいくかな、これ。これ結構ね、3、40分かかるらしいけん、ちょっとね、しばらく、気長に待ってみようかなと思います。あったけー。ちょっと火ば起こそうか。おい。やばい、火が消えとうな。やばいやばいやばい。この後に、松ぼっくり作戦でもちょっとつかんか。やばいな。根本的に火がなくなりうる。やばい、マジか。このライターだけが頼りなんですよね。やばいやばいやばい、マジやばいぞ。やばいやばい、火が止まってきた。やばい、くそー、火が止まっていく。頼むよ。よし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 、頼む。燃えてくれ、燃えたぎれ。よし、いいぞ。あっつあっつあっつ、いい感じいい感じ。頼む、燃えたぎれ。おら、よし。ふう、マジで火起こしの難しさは今回ですね、ちょっと初めてにして痛感しておりますね。ライターがカスなのか、俺のつけ方がカスなのか、まあおそらく後者でしょうけど、答えは。さあ、ちゅうことでね、そろそろいっちゃないかなと思うんで、ちょっと開けてみますか。あっつあっつ、せーの、あっつ。ふう、最高っすね、最高っすね。これをちょっとつまみにビール飲みますか。あー、そうだ、箸忘れたね。ちょっと箸がないんで、箸場練成します。ふっ、いや、火まで口に入りそうですが、ちょっとこれで食おうかなと思います。うん、うめえ。安心してください、今回もう一本あるけんね。よし、あー、めっちゃ飛んできた。いただきます。くー、最高すぎる、マジでうめえ。ビールがしっかり染み込んでですね、うめえ。いやー、マジずっとキャンプしておきたいですね。ソロキャンプにハマる人が多い理由がなんかわかる気がするわ、なんとなく。さあ、あとはね、じゃあちょっとね、ゆっくり個人的にいただきたいと思います。それじゃあ。おお、危ない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 、よいしょ。あー、うまかった。ごちそうさまでした。キャンプ飯、初めてにしては結構豪華なやつを作ってしまったんじゃないやろかね。ちょっとね、火起こしも
うまくなった、ああ火起こしもちょっとねうまくなったんじゃないかなと思います。松ぼっくり最強やな。松ぼっくりで火をスタートさせて、こういうね木の棒につないでいくという作戦ですね。これがもういらんけ、これちょっと取るか。これ熱かろうな。よいしょ、よっよっからせ、よいしょ、OK。さーて飯食ったばって何しようかな別にまあ自由か、何もせんでもいいし。多分あれやね、スマホのデータ無制限みたいな入っとう人はここで映画見たりするっちゃこれね、多分ね。はあ、息しろ、はあはあ、ほっ、うわ、ね、自然におるっちゅうことはおならもし放題っちゅうことですよ。さあ飯ば食ってからね、1時間半ぐらい経って、今はもう夜の10時近くなっとるっちゃけど、それまで何ましょったかっちゅうとですね、ずっとなんか好きな曲ばガンガン流しながら、いつまでこう火を起こし続けられるかずっと挑戦してましたね。なんかその回もあってかですね、なんかちょっとこう火起こし手繰り出してですね、結構上手くなりましたよ。あんだけあった薪もですね、もう残りこんぐらいになりましたね。結構消費しましたね。安心してください、明日まだね松ぼっくりがまだ残ってるんで、明日の朝も飯作ろうと思ってるんで。ちゅうことでですね、普段も大学の研究室でですね、帰ってくるのがもう12時とか1時とかなるんで、プラス朝もですね、まあ比較的早いけんですね、しっかりこう寝た気にならんけんね、まあこういう時ぐらいはちょっとゆっくり眠ろうかなと思います、早めに。よし、ちゅうことでですね、寝る準備場しようかなと思います。ここにですね、さっきご紹介した寝袋がありやして、ちゃんとあったかいと言っちゃうけどな、ちょっと入ってみようかなと思います。このランタンバーここにかけると、いい、めっちゃいい、オッケー。あれどうすんだ、チャックがありますね、チャックを開けて入るか。え、これ地面硬、地面硬いっすねこれ。あ、いたたたた、うわ、地面が意外とゴツゴツしとって寝れるか分からんっすねこれ。あ、また日が起き始めてる。まあいいや、ダウンバ着たままこうやって寝袋かぶれば寝れる気がしますね。はあ、ちょっと地面が硬すぎて寝れるかわからんばって、頑張って寝ようかなと思います。それじゃあですね、また明日の朝お会いしましょう。おやすみなさい。はい、今ね緊急で動画回してます。私ダイモンド純一睡もできませんでした。まあ焦げなどげでもいい話は置いといてですね、一応テントで一晩無事眠ることができましたという体で、続きの VTR をご覧ください。どうぞ。よいしょ、はあ、よく寝た、なんていい目覚めだ。早速起きてご飯でも食べるか。おお、すっげえ。ああ、三脚が凍っております。マイナス2度もんな。ちょっと格好ば舐めとったね。山に遊びに行く格好やったかもしれんばって、山で一泊する格好じゃなかったね。気温がマイナス2度ぐらいまで下がって、あまりに寒すぎてですね、2000円の寝袋でどうこうなる話じゃなくてですね、ちょっと今回はねテントでの寝泊まりは失敗ということですね。ちゅうことでね、近くの快活クラブに一時避難しに来ております。いやー、よく眠れましたね。やっぱさすが快活、あ、いやいや、このね日清の寝袋さすがですね。今回ですね、ちゃんと朝飯も用意してるんでね、ちょっと今から作ろうかなと思います。昨日使ったメスティンですね。うわ、ガッチガチに凍っておりますが、まあ火をつければなんとかなるでしょう。ちゅうことでちょっとね、これにまず水ばくもちょいます。で今回ね、水がないけん天然の川の水で調理しようかなと思います。これ絶壁で降りれんっすね。あっち行くか。ほっ、うわ、めっちゃ綺麗
綺麗やけど川の水は綺麗ばって、なんか藻みたいなやつがいっぱいありますね。ちょっとこの藻は食いたくないんで、この上の表面でいけるかなっち。いやちょっとなんか苔臭いかな、水綺麗って思いますけどね。日本の川の水は綺麗なんでいけると信じたいですね。まあ大丈夫っしょ、最悪腹壊したらどんまいっちゅうことで。さあちょっとね、次は火を起こしますんで。寒い、寒い。よいしょ。昨日からですね、結構火焚いて、昨日手食ったんで火起こして。あ、そうだ。昨日いい草見つけてね、こっちにね、こういう草があるっちゃけど、これがね、めちゃくちゃね、火のつきが良くてですね。あ、杉の木だ。この辺の木がですね、やったやった。むっちゃ濡れてますね。これ作っちゃか。ついてくれ。無理か。湿っとうけんな。30分ぐらい戦いましたが、多分いけそうっすかね。硬すぎる。マジで指痛いっすね。もう形変わりそう、指の。痛え。ダメだ。くそー。うめえ。くそー、くそー、ちくしょう。いや、あー、めっちゃ悔しいっすね。次はもう少しね、キャンプレベル上げれたらなと思います。俺のキャンプライフは始まったばかりだ。